なんかあの花粉のなんか対策とかあったら教えてください。もうひどいんで僕。あゆ太郎チャンネル。どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。すいません、めっちゃ今鼻声なんですよ。もう花粉症がすごくてですね、もう大変な所存でございます。はい、今日の動画はですね、あのこの間僕ソフトテニスチャレンジっていうあの MC を務めてきたんですけれども、動画でもこの間出したわけなんですよ。この間の動画は初 MC をしましたっていう動画を出したんですけれども、今日はソフトテニスチャレンジというものがね、まあどういったものなのかっていうのをね、皆さんに知ってもらおうかなと思います。その前に Twitter1 万1000人、 TikTok5000 人、 Instagram5500 人、LINE アット3500人、皆さんフォローありがとうございます。いやー、こんなにねたくさんの人がね、なんか登録してくれたりフォローしてくれたりするのはめちゃくちゃ嬉しいんでね、これからもよろしくお願いします。あ、 YouTube の方もね、もうちょっとで6万3000人いきそうなのでね、このまま今年10万人目指して頑張っていきたいと思います。これからですね、新しいシーズンに入るわけなんですけれども、これから部活に入る子とかね、これからテニスやめちゃう子もいるかもしれないんですがね、やめちゃった子はどっかでまたねソフトテニスやる機会なんていくらでもあるんでね、大人になってもできるし、ラケットは捨てないで倉庫にでもしまっておいてね、いつでもできるようにしといてください。はい、でたまにあゆ太郎の動画見て、あ、久々にテニスしたいなと思ったらまたねやればいいのでお願いします。でこれから部活に入ってテニス頑張っていくよって子はね、もう一生懸命応援していきますのでね、まあそういった方もあゆ太郎チャンネルを見ていただいて、面白い動画とか指導動画とかいろいろ出してますので、何卒よろしくお願いします。はい、ってことで本題に入っていきましょう。はい、まずソフトテニスチャレンジというものがね、どういうものなのかっていうんですけど、まずソフトテニスチャレンジの内容を何分割かすると、まずトップ選手のガチ試合が見れるんですよ。トップ選手のもうガチ試合で、その後に体験型っていう、小学生中学生トップ選手と一緒に練習できちゃうっていう、ものすごいね、他にはあんまりないね体験型のイベントなんですけれども、例えばトップ選手のカットサーブを取ってみようとか、小学生とかまあ返せないですよね。やっぱその見たこともないんじゃないですかね、あんな体育館でね、もう全国上位の人のカットサーブなんかね、もうみんな面白かったですけどね、見てて。で小学生とか中学生がトップ選手と一緒にランダーをしたり、ツッツキしたり、ね、スマッシュの講座を習ったりとね、いろいろなんか盛りだくさんなね内容になってまして、でこのソフトテニスチャレンジっていうのはね、やっぱ子供たちが、まあ、これからテニスを好きになってもらうきっかけっていう意味ではね、すごいいいイベントでして、もう僕もね MC やりながらですけども、自分ももう楽しんじゃいましたね。見ていても楽しいし、それでですね、また選手たちの、まあ、講習会やサイン会などもあってね、サイン会の方はね、あえたらもうちょっと参加させていただいたんですけれどもね、まあ、サインボール投げだったり、別のね、サブアリーナの方では、ね、サイン会がもうずらーっと選手たちにね、並ぶような状態でしたが、普段会えない選手とかとね、目の前でこう会って話したりね、まあ、一言二言会話できるっていうのはね、なかなか貴重な体験だと思いますのでね、まあ、ぜひ来年もありますので、ね、ぜひぜひソフトテニスチャレンジ行ってみてください。普段触れ合えない選手の人たちとね、こう間近で触れ合って一緒に球を打ってね、ソフトテニスの楽しさを分かってもらおうというねイベントなのでね、本当に来年も呼んでくださいね。会えたら呼んでくださいね。ソフトテニスチャレンジのプロデューサー、総合プロデューサーの方が小峰修二さんという方なんですけれど、まあこれ僕の大学のもう大先輩でして、この方もね天皇杯も取ったりもものすごい方なんですよ。浅川小峰って言ったら、僕がソフトテニス初めてテレビで見た人たちなんでね、天皇杯優勝した時にテレビで見て、めっちゃ飛ぶなこの人と思って、もう体育なんか宙に浮いてるんですよ、スマッシュとかが。まあそんなようなすごい人だったんですけれども、その人ともね、もう目の前で話すこともできて、ね、どういった思いでソフトテニスの活動を、今こういった活動してるよっていう熱い思いも聞けてね、もうすごい楽しかったです。僕にとってはね、すごいいい有意義な1日、まあ懇親会含めた2日間でしたね。でね、ソフトテニスって中学校ではやっぱ人気のあるスポーツって言われていて、まあ、登録人数はと言いますと、何だ、男女合わせて約29万人、28万9万ぐらいいるらしいんですよ。野球とかサッカー上回って第1位らしいんですけど、これ僕も MC で説明していたんですけれども、高校生に上がると同時に約8万人に減少しちゃうらしいんですよ。
どこ行ったと。まあ、その残りの20万人、約20万人から21万人の方が なんかの理由でやめちゃうんですね、ソフトテニスを。まあ、それがなんでなのかっていうのはね、まあ、もちろん中学校に公式がないからソフトテニス入った子もいれば、まあ、本当にただ単純に高校になったら新しいスポーツやってみたいとか、高校になったら公式の方に公式やってみたいとか、まあいろいろな理由はあると思うんですけどね。まあ今後ソフトテニスっていうこんな面白いんだよとか、こんなことできるんだよっていうのをね、もうより一層伝えていきたいなと僕は思うわけですよ。まあなんか何回も言ってるように、僕がソフトテニスだけではなく、いろんなスポーツ、もちろん公式テニスもやったり、サッカーもやったりね、ソフトテニスをもっとバラエティにやったりとして、僕が本当にもっと有名人になってね、あゆ太郎がソフトテニスやってるから、俺も私も大人の方とかもソフトテニスやりたいってなるようなね、人になるんでね、みんな頼むよ頼むよ、頑張るよ俺今年。とりあえずチャンネル登録者10万人いって、まあ、数字ではないんですけれど、再生回数とか数字ではなくて、まあ、僕の熱い気持ちを受け取っていただけたらと思います。まあ、そういう意味で有名人になりたいっていうことですね。まあ、僕も高校、中学高校って単純に有名になりたいとかね、いろいろありましたけど、今そういうまた感情がちょっと違うんですよね。そういう意味での有名ではない、本当の意味でのね、有名になりたいわけであって、今よろしくお願いします。あとツイッターとか LINE アットの件なんですけど、 LINE アットはまず今1日本当に900件ぐらい今 LINE が来てましてなかなかやっぱ一人一人には返せない現状なんですけれども、ツイッターの方はね、なるべく返せるようにはしていきたいんですけど、やっぱ DM はちょっともうなかなか本当返せないことが多くて申し訳ありません。で、僕がたまにツイッターであげるのが、名前の後ろにあゆ太郎組とか、あゆ太郎とか、プロフィールにあゆ太郎チャンネルのね、名前とかがね、文字が入っていただけると、まあ僕がフォロー返すよって言ってるのにはちゃんと理由がありまして、まあこれ何回か説明してるんですけれども、エゴサーチとかするんですよ。やっぱあゆ太郎って調べた時に、みんながどんなことを思ってるのか、僕に対してどんなことを思ってくれてるのかなっていうのをなるべくね、検索して、あ、こんな風に思ってるんだとかで、そう言ってよく僕のこと発信してくれる人には、まあ、フォローを返したりとか、なるべく返事を返してあげたりとかしたいので、だからまあそういったあゆ太郎って入ってる名前にはフォロー返しますよとかで、探しやすいって意味でなんで、ぜひぜひ皆さん、ツイッターの方、よろしくお願いします。まあ、その他 SNS もね、TikTok で、TikTok やら、Instagram やら、あとなんだ、まあ、YouTube もそうですけど、この YouTube もそうですけど、あと LINE アートとか、いろいろやってますので、全部フォローしてね。各ジャンルでね、ちょっとやってることはいろいろ違うので、ツイッターとかだとね、例えば今、こういうところでテニスしてますよとか、こういうイベント行きますよとかね、細かい詳細とか、YouTube で、言えないこととかね、こととかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、そういうのもつぶやいてるので、皆さんぜひぜひフォローよろしくお願いします。ということで、来年もね、ソフトテニスチャレンジ続くと思うので、来年も行けたらね、まあ MC を担当するかしないかは別として、どっちにしても行きたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。あ、そうそう、あゆ太郎この間歌ってみた動画出したの覚えてます？魔法はいつかってやつです。世界の終わりのレインを歌ったんですけど、それがなんとね、全然再生数いかないと思ってたのに、ね、なんと1万超えました。ありがとうございます。今バックで流れてるかな。はい、もしね、こういうの歌ってほしいとかあったらね、そっちの方にも力入れていきたいので、よろしくお願いします。ってことで、バイナー。咲いて太陽が今枯れた、傘を差し出す君に映る僕は濡れてない、水たまりに映る僕は雨に濡れてた、幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう、パブロツキーズの
夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていく。